今日は3月16日の金曜日です。今日は水仙の花とつくしと金柑と、これを描いてみましょう。まず水仙の花から描いていきます。ここにも水仙の花が咲いていますので、これをスケッチします。水仙の茎を描いておきましょう。ここに昨日散歩していましたら、こんな可愛いつくしができていましたので、つくしを描いています。ここにつくしの袴がついていまして、またここにもつくしの袴がついています。ここには金柑を描いてみましょう。こちらにも金柑を描いてみました。ここに水仙の葉っぱが出ていますので、水仙の葉っぱをデッサンしておきます。デッサンができましたので、次に彩色に入りたいと思います。水仙の真ん中が黄色ですので、黄色い色を彩色していきましょう。黄色い金柑を黄色い色で塗りましたが、もう少し金柑は濃いめの黄色ですので、この黄色に少しオレンジを混ぜておきます。黄色にちょっとオレンジを混ぜて彩色していきましょう。水仙の花びらはちょっと白いですので、白色を塗っておきます。つくしはちょっとそうですね、茶色い色をしていますので、茶色を塗っておきましょう。赤もの部分もちょっと茶色のような色を塗りましょう。水仙の茎のところを黄緑の色で塗っておきます。葉っぱも、これはちょっと黄緑より濃いめのグリーンを塗りましょう。金柑の真ん中に グリーンの色を塗りました。これで水仙とつくしと金柑の絵が仕上がりました。